うん。Okay, guys, this is the Infinity of Minion Saitama, aka Chapelain. Yeah, that's right, I'm coming back again, and now I'm gonna do the... to a string again of the Honkai Star Rail. Now I'm gonna go complete the story. But first I have to learn the coming mission of the Kafka. Because last time I was trying to summon Kafka, so I need a Kafka be right there. So. もしエリオのような目を持っていたら、この世界は今、私と君が見ているような姿じゃないんでしょうね。無数の可能性が折り重なり、異なる選択が引き起こす結果を表している。そして一瞬ごとに、無数の選択が同じ点に収束し、現在となり、過去となる。これが君の選択？私の頼みに応え、助けてくれること？ええ、ジンの状況には私も手を焼いているの。この泉州で頼れるのは君しかいなかった。魔音の実、それは逃れることのできない長命種の宿命で、折り重なる感情と記憶が引き起こす狂気の病なの。ジンはほとんどのことを忘れてしまったのに、魔音の実は依然として何らかの形で彼を苦しめているわ。レイ、先週に来てから魔音の実の発作はとてもひどくて、一時期は私の言霊でも抑えられないほどだったの。こんな状態では生還旅行をすることなんてできない。だから私は言霊で魔音の実の影響を弱め、しばらく封印しようと思っている。でも言霊を維持している間は他のことに気を回せないから、君に森役をお願いしたいの。ジンを抑えている間、私を守ってちょうだい。私はいつ危機が訪れるのか、どんな危機なのかも知っている。だから心配しないで。私たちが協力すれば必ず難関を越えられるわ。その上、君が何らかの被害を被ることもない。今近くをうろついているモンスターがいるんだけど、そのまま放っておくと面倒なことになる。やっつけてもらってもいいかしら。君は必ず勝つわ。Letter from a strange woman. Wait, that's a mission? Alright, let's go.早く終わらせましょう。素晴らしい時はさようなら。Music's not baby.
何をためらう？立ちなさい。俺が守る。邪魔だ。セイはなしだ。落ち着いて。ランスセセック。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。呼吸するその感覚。もうじゃ再臨。この賭け俺には届かぬが皆を招こう。やっかよ避け償いたまえ。食材の時だ。素晴らしいと。さようなら。立ちなさい。俺が一時の余興に過ぎない。目を開けたら君の姿が見えるなんて久しぶりの体験ね。そんなにすぐには終わらないわ。ジンの現実を感じる機能は私によって強制的に断たれたわ。今の彼は私の声しか聞こえず、私が触れたもの以外は何も感じない。そして私はこれから彼の意志を先週から遠ざけ、将軍、慶竜、王政と君のお友達の炭鉱君を忘れさせるつもりよ。人猿人流。この家庭も同じく邪魔が入っちゃダメなの。陽心。でも始める前に君の質問に答えることはできるわ。え、じゃあね、陽心。My question。え？助けてもらうんだもの。お礼として、ね。Now, question time。私に聞きたいことはない。私は君を眠らせたのに。再び呼び起こした。ヘルタで放置したのに今度は選手へと誘い出した。多くの説明を省いているけど知りたいと思わないの？急がないで。時間はまだあるわ。まずは考えてみてから戻ってくればいい。でも普通に答えるなんてあまりにも退屈よね。嘘か誠かゲームをするのはどうかしら。これは私が銀狼とよく遊んでいるゲームで、心理戦みたいな要素があるの。二人で交互に質問するんだけど、嘘をついてもいいのよ。でも答えは必ず一つの真実と一つの嘘でなければならない。つまり私が答える内容のうち一つは真実で一つは嘘ってことよ。でもどれが真実でどれが嘘かは質問をした人が自分で判断する必要があるわ。でも無限に時間があるわけじゃないから2回だけ遊びましょう。私は2つ質問したいことがあるから、君の質問にも2つだけ答えてあげる。忘れないで。1つの真実と1つの嘘よ。What if my... oh god. Just say the thing that I want to say. What if both my answers are true? You know? Because I want an answer too, you know?
Because this could be the true, and the other one could be the true too. あら、それはルール違反よ。なるほど。ゲームは双方が自覚を持ってルールを守らなければ成立しない。でもルールを守らなくても私には知る方法がないから、道徳に君を裁いてもらうしかないわね。でも私は誓えるわ。必ず一つの真実と一つの嘘というルールを守るってね。お手本としてまずは私から質問するわね。緊張しなくていいのよ。一つ目の質問は緊張するような内容じゃないから、ただ真実と嘘で答えればいいの。このゲームの面白さは二つ目の質問の時に現れる。一つ目の質問をするわね。君は私をどう思っているの？はあ？俺がカフカをどう思ってるかって？ What do I think about Kafka? どう答えればいいんだ？もし本当のことを答えたら、次は嘘をつく必要がある。逆もまた同じだ。もしくはルールを破る？本当に破っていいのか？やっぱり本当のことを答えよう。Tell the truth. ほら、こんな感じよ。簡単でしょ？君は自分の考えを隠すのが本当に上手ね。一旦ゲームを中止しましょう。運気軍が来たわ。彼らを追い払ってちょうだい。私が処理するから、その後のことは心配しなくてもいいわ。衝突は避けられない。これが運命なの。Threaten the clown, I don't think that's a good idea. Because they're definitely just gonna fight back. So, lie to the clown first. Okay, this is a super fair question here. You can't see me, you can't see me. That's who made this? I know this came from the God of Goblins. Not Goblin. Gamblin. Yeah, Gamblin. From Stephen Chow, he was using the superpower that you can't see me, you can't see me, you can't see me. I remember that. The order was fake. You would have been fooled. You're here too late. The criminal ran away. So, if I choose that, they're gonna fight.
if why don't I choose that the nearest boss? Oh god, that's so funny. The order was fake. You've been fooled. Okay, still won't work. But maybe I can do like a... Okay, let's try that, try to threaten them. Maybe they can freeze because that, I am General Jin Yuan's intimate guest. The law is the law. Even if we must open the journal, everyone take him down. Oh shit! So no matter what, how you choose or try to convince them, they still won't. Well, unfortunately, this is kind of sad.人体は皆脆いがゆえに美しい。ほら、これが未来よ。無限の可能性があるように見えても、決まったことは必ず起こるの。今の衝突は避けられなかった。なぜなら、他の可能性が存在しないからよ。私の言霊はまだ駆け終わっていない。でもその前にもう一回だけならゲームをすることができるわ。質問はもう考えたかしら？考え終わったら来て。それまで待ってあげるから。嘘か誠かゲームを再開しましょう。君の番よ。質問は2つだけ。カフカは片方だけ本当のことを答え、もう片方は嘘をつく。でも俺はカフカがどの質問に答えるときに嘘をつくのかわからない。何について質問しようか。Ask about myself or ask about Kafka. I won't ask about myself because this is because she definitely knows something about him. But I want to also know about the Kafka too. Utsu Station で目覚めた時、俺はカフカのことを覚えていた。でもそれ以外の記憶は曖昧だった。俺自身について質問するべきだろうか。ある日、エリオが私に君を引き渡した。エリオは、もし彼が見た可能性に従えば、最終的に君が私を、私が君を変えることができると言ったわ。言い換えれば、私と君はお互いの運命ってところね。何を言ってても、ちゃんと考えがあるように聞こえる。本当なのか嘘なのか、わからない。君の表情から読み取れるわ。その質問はダメよ。本当か嘘かを教えることはできない。思う存分推測をして
答えを胸に抱いて次の質問を選ぶ。これこそが嘘か誠かゲームの楽しいところよ。君の次の質問が面白いことを期待しているわ。このゲームのルールは現実と同じよ。私たちはみんな自分に無限の可能性があると思っている。でもよく考えてみたら本当の可能性はごくわずかで、どの質問と答えも過去の選択に固く縛られている。未来はまるで迷宮のようで、多くの分かれ道は誘導に過ぎない。本当の道は一つしかないの。I have to say that the Kafka saying was saying right about the future. Because in your future, you know, it's like a, you know, like puzzle or even like some, you know, a lot of way that you can see, you can even know how to choose. Because if you choose, this one, that your puzzle and also your future is going to be decided like this.Your future always got like a multiple way and road that you're gonna be going on and have to work through. But that was a future. It's still not decided yet. So you have just like a, just like what she say. That means, doesn't mean that the future is going to be like this. So you have to just more take care about, and also you must get more focus on your present, on your, the moment you're right now. The future was on this side, was on, unconcerned.Not absolutely. And that is the reason why it must be all like a... People will think that was kind of interesting or something like that. Supposed to me is the future predetermined. Are you sure you don't follow the aeon of the Nihili? How should this be? いいえ、決まっているのは価値のある未来よ。信じられないのなら試してみるといいわ。もうすぐもう一度戦闘が発生する。君はこの可能性を変えられるかしら。今のは全員死刑。素晴らしい時はさようなら。授けん。余計な。亡者再臨。食材の時だ。立ちなさい。正義はなしだ。
とときの余興に過ぎない。いいど落ち着いて。で、槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。邪魔だ。地上よ来たれ。ガス。大丈夫、問題はない。そうそう、痛くないわ。素晴らしい。さようなら。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。へえ。さすがね。でも未来に起きることは依然としてはっきりしている。本当の試練はこの後にやってくるわ。若い運気軍の剣士は手強い敵よ。でもその前に嘘か誠かゲームの続きをしましょう。また私の番ね。二つ目の質問よ。君はまた私に会いたいと思う？会いたいかどうか、どういう質問なんだ。彼女が一番答えを分かっているはずだろう。答えは当然。会いたい。Because this, だから、she still has to like, 俺の答えは、lots of secrets and also...And the truth about the, you know, the main character, the travel agent, about who he is and what he are, everything. I want to see you again. いいでしょう。私の質問はこれで終わりよ。驚いたわ。まさか君を見透かすことができないなんて。どうかしら。どの答えが君の本音なのかわからないもの。君、変わったわね。まるで知らない人みたい。さあ、次は君が質問する番よ。準備ができたら私を探しに来てちょうだい。君の質問はこれで最後よ。Final、私に思わぬ驚きをもたらしてちょうだい。前の質問でカフカが嘘をついていたかどうかはわからないけど、確定していることがある。今回彼女はルールを守って答えるしかない。思い切って全く新しい質問をするのはどうだろう。カフカは驚きを期待している。ならこの質問をしてみよう。あ、シェ、That's a second question. That justOh, God. Keep it.
ているわ。Okay, let's redo again. That's a wrong answer back there. So I think I just why I have to always like accept it? I already accept it, you know. You know, it's kind of weird, huh? When you already collect to accept the old, you know, the deal, and you probably just can't play the game. Now you have to do it again. It's kind of weird. ハンター、せっかく将軍様が慈悲の心で逃がしてあげたのに、君たちは恩知らずなんだね。なあ、シェッカーディブル、エスレイナー。あれ、どうしてせっかくハンターと一緒に。この子は私の言霊に操られているのよ。私の暗示は異変に気づかせずに他人を操ることができるの。ねえ、あの少年を倒してちょうだい。それで君の任務は終わりよ。この下道め。いいところに来たわね。再臨。痛くないわ。天使を授けん。あら、優しい、ね、償いたまえ。さあ、行け。で、送ってやろう、父親よ来たれ。落ち着いて。素晴らしいと。さようなら。ムジナゴモメ。この家系、皆を招こう。立ちなさい。剣に連鞭は。そうそう、悪を払う。つまらないね。落ち着いて。よっ、はあ。全員死刑。素晴らしいと。さようなら。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。立ちなさい。呼吸するその感覚。期待に応えられなく。さよなら、マッパク。もし君がいなかったら、私とジンはさっきあの子に捕らえられて優秀国に入れられていたわ。サムと銀狼が私たちを助け出してくれるけど、ジンはひどい怪我を負うことになるでしょうね。その上、私たちと泉州の関係はもっと悪化するはず。できればそんな未来は避けたいと思ったの。もう行ってもいいか。ええ、一時的に魔音の実を抑制できたわ。あまり強い刺激を受けず、知っている人にも会わなければ問題はないはずよ。待って、私と一緒に来ないの。すまない、カフカ。一人だけたくさん世話になった人がいるんだ。その人に会いに行かねば。それなら好きにすればいいわ。どうせこの後のことについてエリオは何も言っていないもの。
助けに来てくれて本当にありがとう。また会いましょう。お前のことは覚えている、お前は以前カフカに付き従っていた。違うか。いつだったかあの女がある任務をこなしていた時にお前がそばにいた。覚えているぞ。あの女と共にいてあんなに長く生きながらえたのはお前が初めてだ。どの性格ハンターもエリオと取引をしている。他の奴の取引内容など知らないが、カフカが俺と同じようにエリオに使われていることを考えると、その望みは並大抵のものではないだろう。あの女が行ったこと全てには大きな代償が伴っている。きっとお前を生かすために様々なことをしたはずだ、小僧。Free will. Wait, hold on a second. Where's the other commission?これは手紙？誤解を逆さずり、コチを裁縫。炭鉱宛ての手紙だ。誰からだ？パムに聞いてみるか。と言っておったが、It too. It looks like an invitation. Who have seen? Does Sanha have any friend on Rofu? If Pom Pom remembers correctly, he said he was exiled from there, right? Friend. いや、それはないか。将軍からの手紙なら署名を残さない理由がない。直接炭鉱に見せてみたらどうじゃ。この時間ならいつもの場所にいると思うぞ。Let's go see Dumpon.どうした？
俺に何か用か。Here's a letter for you. うん。差出人は書かれておらず、時間や場所の指定もない。どうやらこれを送った人物は、そういったことは俺の記憶の中にあると確信しているようだ。残念ながら、このものを失望させることになったかな。この筆跡からは確かに剣士の気風を感じられる。だがあの男はいつも単刀直入に事を運ぶ。誘うにしてもそこに一切の情はなく鋭いものだ。こんな回りくどいやり方をあいつはしないだろう。この手紙は俺が預からせてもらう。タンフーの過去に関わることなら慎重に対応せざるを得ないからな。単純なことではなかったが、彼をこの一件から遠ざけたのは正しかったようだ。これ以上皆を危険に巻き込むわけにはいかない。だがこれがあいつからの手紙でなければ、一体誰が新作府に行ってケーゲンに性格ハンターの動向を確認してみるとしよう。So we got eyes. Ah, shit! You gotta be shitting, right? So this one. So it's Jing Liu. Lafu を離れて随分経つというのに。ここの殺気は減るどころか、むしろ増している。ジン・リュウ is here, motherfucker. 喜ばしいことだ。行ってみただけだ。そう警戒せずともよい、小僧。我はただ過去の情景を忍んでいたに過ぎぬ。だが、ケーゲンの手配した同行人が、あの小僧とは。お前とは何かしら縁があるのかもしれぬな。ダンハン。今日は次から次へと客人が来るね。炭鉱先生、どうしてここへ？greeting. I need to speak to the general about something.邪魔をしてすまない。将軍に用があって来たんだ。そのもしあの時の捜査で僕が早まって手を出して怪我をさせたことの賠償を求めるつもりなら罰を受けるよ。この先100年僕の補給を賠償に当ててもいい。 No, not that, my friend. Not this, not that problem.
お前は運気軍としての責務を果たしたまで、何も間違ってはいない。今回将軍を訪ねたのは、性格ハンターの動向を聞くためだ。あいにく、将軍様は用務があって出かけてるの。ただ、立つ前に将軍様がある伝言を残してね。炭鉱さん、階段のところに立ってる人を知ってる？知っているとは言い難いな。ただ、あの顔には見覚えがある。将軍の客人か？そう、忘れたんだ。なるほど、寿命が転生すると本当に前世のことをすっかり忘れちゃうんだね。あの方は千秋楽の前代剣主慶龍様。あなたの前世、陰月君とは生死を共にする仲だったの。それどころか将軍様の恩師でもあった。戦時の公文書によると、彼女の剣の前に倒れた北条の民は数えきれないほどいたみたい。増欲者の上も堀人の不老も、山ほど高かった奇獣でさえその一撃を受け止めることができなかったとか。だから当時はそれはもう名を馳せてたの。でもそれも大昔のこと。残念ながらそれほどの英雄でさえ魔恩からは逃れられなかった。魔恩に落ちた慶龍様は狂い、あまたの殺生を犯した挙句、生きがいに逃亡した重罪人になったと言われてる。本来彼女ほどの腕があれば誰にも捕まらないんだけど、はあ、なぜか行商人を装ったある容疑者と一緒にラフに現れて自首してきたの。ただその条件として、審判を受ける前に自由が一日欲しいと言ってきたんだ。林園郷で旧友たちに会いたいってね。で、理解しがたいことに将軍様はなぜかそれにうなずいたの。将軍様が用務で離れる前、私たちにある任務を残した。慶龍に付き添い、ラフでの最後の一日を過ごさせるようにって。つまり客人の接待なんかじゃなく、これは罪人のご相談。来たか、陰月よ。せっかくだ、もっと近くに来て昔話でもどうだ。それとも今世の名で呼んでほしいか、炭鉱。言ってあげて、炭鉱さん、あなたに話があるみたい。気をつけた方がいいよ、炭鉱先生。あのお姉さんかなり手ごわいから。我が泉州を離れるときこう聞いた。奴らがお前の鱗と角を奪い、強制的に転生させ、また幽州獄に閉じ込めたと。もう陰月君は存在しないと思っていたが、我がラフに帰ってみると、まさか再び海を割り潮を引くお前の姿が見られるとは。さながら覚醒の感がある。お前を覚えている。おぼろげにたな。前世で経験したことは俺にとって割れた鏡のようなもの。
どの欠片を拾おうとも、その光景は困惑するものばかりだ。おぼろげにか。過去を変えようとする者は皆同じことを言う。寿命族が輪廻転生すれば、前世のことを全て忘れて白紙になるはずだ。だが、お前は竜尊の力を持ち、わずかながらに前世の記憶も残している。我の推測が正しければ、竜士たちは竜脈が途絶えるのを惜しみ、陰月君を蘇らせようとしたのだろう。夢に脱輪の刑に小細工を弄して世間を欺き、お前を今の姿にしたのだ。Resurrection. That is why that the temple must continue into what you are now. Ingetsu-kun は多くの者に借りを作った。お前はその者たちの代わりに俺を裁くつもりか。我も一介の咎人に過ぎぬ。裁く資格など持ち合わせていない。我がラフに戻ったのは、同盟に自首し過去の罪と向き合うため。ただ審判を受ける前に一日の猶予を請うたのだ。旧友たちと再会し、親密であった頃の約束を果たすために。ケーゲンは昔から優しいやつでな。お前を呼ぶと聞いたら、我の望みに応えてくれた。ということは、列車に届いた手紙はお前が送ったものだったのか。ああ、そうだ。So the one who sent the letter was Jin Liu. So it's not Lei, not海弱玉を隠さず、利量名月を吐く。oh, yeah, Kafka. 林園峡の景色は詩で歌われているように、それで美しいけど、僕のような容疑者を相手に枷もかけず牢にも入れないとは。このような場所に連れてきて本当に良かったのかい、将軍殿。あそこは厄介事が多すぎる。これ以上問題を増やすべきではないと思ってね。安全を考慮し、君にはここで審判を受けてもらう。安全を考慮ね。どうやら僕の安全を言っているわけじゃなさそうだ。性格の降臨、剣木の蘇り、そして壊滅の指令が天白氏の節都市に成り変わっていたこと。天白氏の調査によると、君は正体と一緒にラフを訪れたが、滞在していた数日間誰とも貿易活動を行っていなかった。そしてちょうど君が離れる予定の日に災いは勃発した。君は騒ぎに乗じて優秀国に忍び込んだが、何もしていない。そして今、性格の災いに対する責任を負うと告げて自首した。怪しい。どう考えても妙だ。君のその行動を果たしてどう解釈すればよいのか。僕は行商人として
頼まれたものを送り届けたまでさ。その裏に隠された事情までは知らない。優秀国に忍び込んだのは確かに目的があってのことだけど、今のラフに僕の求めるものはなかった。自首をしたのだって罰を受けるのが怖かったからさ。いくら星の海が広大といえど、同盟の追跡から逃れることは難しいだろうからね。行商人、羅刹殿は冗談がうまい。愛英の城での所業、シュラウドベール聖域に残された数々の過去、私の口から詳しく説明した方がいいかい？それとも、あの舌を噛むような名前で呼ぶべきだろうか？おお、さすが。新作将軍と呼ばれるだけのことはある。お互い様だよ。事前に調べておいた甲斐があった。でなければ、この場をしらけさせてしまうところだったからね。将軍殿が妙に思っているということは、僕の代わりに弁明をして性格事件の容疑を晴らしてくれるということでいいのかな？いや、それは私が決めることではない。こたびの件は同盟を転覆させようとした重罪だ。故に法に従い、君は泉州巨領に護送され、獣王氏と七天将の連合審判を受ける。そして栄罰を課せられることになるだろう。がこのひとときは林元郷の家系を堪能するためのもの。ラフの景色もこれで見納めだろうからね。彼女から聞いたことがあるよ。数百年前、雲上の五騎士はここに集い宴を挙げたと。貴殿の師であり絶世の剣技を誇る慶龍、雲銀の術を有する陰月君丹風、精査を巧みに操る飛行士白樹、そして神技を鍛造した守名の名将王政と、死亡に長けた将軍殿、かの五人は魔を払い数多くの伝説を残した。だが嘆かわしいことに世は無情なもの。雲上の五騎士はやがてちりぢりとなり、今では絶縁状態。将軍殿が僕を優秀国から連れ出したのは安全のためじゃない。聞かれたくない話があるからだろう。そう、これまでずっと話を避けてきたあの人物、将軍殿の師匠慶龍殿の話だ。さて、そろそろ行くか。古地をいくつか巡り、酒を一杯飲みながら在し日を偲ぶとしよう。は？自分が観光客にでもなったつもり？ああ、なれなくもないぞ。小僧、そう浮かぬ顔をするな。我は同盟に自首したのだ。それを保護にして逃げる気はない。お前たちの将軍様も我の望みに応じたのだろう。そして陰月よ、お前には共に来てもらう。拒否はさせんぞ。前世を覚えていようがいまいが、我の手紙を受け取ったのであれば誘いに応じたことになる。案内しろ。さあ、どこから始める？開成校か、それとも構造師にするか。懐かしい日々があまりに多く、それらが頭の中を駆け巡る。
だというのに、我の手はそれに届かない。はあ、先秋人は年が千を超えると日々山を背負いながら生き、まるで迷宮をさまよっているかのようだ。場所を選ぶだけなのにそんなに難しいわけ？だったら僕が代わりに選んであげるよ。よし、開成校にしよう。小僧は精が出るな。なら、お前の言う通りにしよう。精査が見たいなら、魚介門にたくさんあるでしょ。顔を上げれば見られるっていうのに、なんでわざわざ開成校まで？小僧、古族の飛行士で白樹なる名を聞いたことはあるか？白樹聞いたことあるような。She hasn't. Wait, what did I miss? I think I missed something. Cool. 高貴なリュウソン様が雨を降らせて敵陣を水浸しにすればいいんです。私たちみたいな引き立て役は空の上から見てましょう。いいですね。陰月よ、何か思い出したのなら言ってみてはどうだ。どうやら陰月君の戦友だったらしい。戦友で友人、陰月のであり我らのでもあった。まあよい、どれも過去の運営に過ぎぬ。開成校に来たのはただあの子を弔うためだ。それって古族の慰霊祭のこと？ああ、亡き者を星座に乗せ星空へと送り出す。あの時はせいていたゆえ、まともに別れの挨拶もできなかったからな。ラフを離れる前にこの心残りを片付けておきたかったのだ。だが星座の製造には詳しくない。ここで作っているということしか知らなくてな。分かった、じゃあ僕についてきて。僕も星座の製造についてはさっぱりだけど、ここの奇数を動かすのはそう難しくはないよ。正確の邪水がまだ残ってる、気をつけて。我ら二人のことは心配無用だ。もうじゃ再臨。
が守る。で、誠意はなした。性格の邪水がまだ残ってる。気をつけて。我ら二人のことは心配無用だ。発目して待とう。Okay, let's see this is the... So this is Jin Liu, the smart. Let's check this one. Yeah. So he's battle car. Wait, isn't this a 4-star battle car? Light one. So he's wearing a 4-star light one.Again, holy shit. Oh, he's a speed. So the speed we have C, the speed we have 2, 3, 4, then which meaning you can have like 9. And then it's critical damage. And then it's only like 2 HP. So I think if you want to like, so that we can focus on the critical rate.Translation state increase ultimate damage by 20%. Holy shit! After using Transmit Flash, that advance forward. Yeah, then increase the attack speed. Wiring the spectral, transmit resistance will increase. Oh, if they grant resist. Holy shit!Oh, wait, I forgot it. Let's see her animation. Shit, he doesn't have animation. Okay, maybe you can see right here. She had to try to cover her eye. So in her impair, you can see her eye. Yeah, her eye is red eye. It's like it again. Kiken da to?Where's he
償いたまえ。くだらない。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。邪魔だ。善意はなしだ。逃げられぬぞ。She's really tough. ついたよ。海星港の大半の船はここで製造を始める。カラクリに指示を入力すれば精査の種子を培養する容器が起動する。しばらくすると空港に新たな船が一隻できるんだ。思い出した。白樹って名前本で見たことがあるよ。本を好んで読むのか。意外だな。いいだろ別に。普段はあまり読まないけど、策について教わってた時に将軍様にたくさん読まされたんだ。その時読んだ本、外界性詐称欄の著者が白樹だった。上出来だ小僧。そう、白樹はその本の著者だ。10ページのうち9ページは作者の精査がいろんな世界に墜落してたびたび危険な目に遭う内容で面白かったよ。それから現地の生物分類と生態に関する記録も載ってた。あれを読んだ時は精査を動かすたびに墜落させる人を飛行士って呼べるのか疑問だったけど、でも今思い返すとその危険をいつも好転させて無事生還してるんだから、その強運はすごいものだよね。ああ、確かにいつも人を驚かせるほど不運な子だった。精査で出征すれば北条の民の居住に飲み込まれたり、敵陣の後方に墜落したりしたものだ。おかげであの子が乗っていた精査が元の原型を保ったまま寄港したことはほとんどない。天白氏の者たちからは精査殺しとまで呼ばれてた。あの口が思いつきで言った悪いことは十中八九現実となってな。その恐ろしさゆえ次第に運気軍の中には彼女と同行しようとする者がほぼいなくなっていた。だが生き延びることだけに関しては驚くほど恵まれていた。どんな基地に陥ろうともあの子は切り抜けてきたからな。運も実力のうち、あの精査殺しのために作った船も彼女のように正解へ帰ることを祈ろう。これでよし、精査の製造が始まったよ。しばらくしたら精査は自動的に組み上がって空港に入る。そこで待とう。助かった小僧。 Thank you, young man. ほら見て、精査がもう完成した。ラフを離れどれだけ経ったか。やっとお前に別れを告げることができるな。白樹先輩はその後どうなったの？その後か。
言うまでもないだろう。何しろあの子の最後を弔うために立っているのだからな。陰月よ、出骨を切ったあの一線を覚えておるか。北条の司令、出骨が大軍を率いて同盟に攻めてきた。優秀国で読んだ歴史書にそう書いてあった。ほう、生まれ変わった後に自分の前世を取り戻そうとしたのか。ただその後は何者かによって消された。北条の司令、出骨による侵略、その決戦後は行方が不明となっている。亡骸の記述すら見当たらない。教えてやろう。あの一戦で白寿のうつけはついに帝宮に賜った運を使い切った。奴は一人で先陣に飛び込んだのだ。それにより同盟の兵士たちは出骨のケチズ極海を突破し、そしてお前を竜峡から呼び戻した。だが白樹が再び戻ってくることはなかった。我らは皆返せない借りを作ったというわけだ。運気軍にとって戦場で死することは誉れである。だが陰月、お前はそれに納得しなかった。Hey, I need to get something to drink, so I'll be right back. Hold on a second.
前は白樹が命を落としたことを受け入れられず、あの子に、安らかに眠るはずだったあの子に取り返しのつかない過ちを犯した。何も言うな。もう答えなど重要ではない。隠月よ、我は今よりこの星座を旅立たせる。お前の主公を持ってきたぞ、白樹。これはもともとあいつがお前のために掘ったものなのだが、自分の手で渡すことがかなわなかったのだ。すまん。最近になりようやくこれを見つけてな。この思考をお前に送ることで、我は少しの間だけ悪夢から覚めることができそうだ。お前に託されたことは必ずや成し遂げよう。たとえ星を切り落とすことになろうとも、その約束をたがえることはない。行こう。次は構造士に向かうぞ。Next place. The War Tree. やれやれ。剣木がよみがえり、至る所に忌み者がおるな。構造士の重物、増加航路まで危ういではないか。突然の出来事だったからね。話によると、多くの匠や弟子が慌ただしく逃げた中、ある老師だけが残ってここを守ったと聞いたよ。それで外からの支援を迎え入れて増加航路を救ったらしい。ほう、面白い。命を顧みず頑なに意志を貫くとは、その様は願望の強いある旧友を思い起こさせる。奴が構造士のこの体たらくぶりを見たら、先囚人を無能と笑うだろうな。そんなことない。危機を前に命を惜しんで運気軍の到着を待つことの何が悪いっていうの。だが、その気球の時に運気軍は来たのか。ここを救ったのは種族の旅人だと聞いたが。ラフの動点は広いから。それに多くの部隊が妖精の征伐に参加していた。だから運気軍も隅々にまで目を配れなかったんだ。あの時は人手が足りなくて。そうだ、小僧。前回の勝負をもう一度やらぬか。お前の誇る剣術がどれほど進歩したのか見てやろう。僕の手を借りてここを掃除したいだけだろ。自首した犯罪者だっていうのに注文の多いやつだね。今回はお前が先に行け。増加航路で合流しよう。どうしてわざとあの子を行かせた。他でもない。お前と長く手合わせをしていなかったからな。俺は戦うつもりなどない。
槍先を我に向けろとは言っていないだろう。ここの忌み物で十分だと思うが。情熱変身よっ。生まれ変わったとはいえ、お前の技は奴とほぼ変わらぬ。俺の動きはまるで、まるで何も忘れていないかのようだ。この家系無限期皆を招こう。クルーまで待つということか。逆かよ避け。月光を剣とす。すべてを照らさん。喧嘩のせ俺が邪魔だ。もっと頑張ってよお姉さん。どうしたの？今回は随分と遅いね。慌てるな陰月、我にもう少し付き合え。 Don't get so cocky in the case。 おかしい。その槍はまだ主を覚えておる。陰月よ、それを鍛造した者のことを覚えておるか。この槍は俺が追放された時からずっとそばに。いつからこれを振るっていたのか覚えてはいない。長引かせすぎた。炎の槍を断ち切れ。亡霊がまた一体。お別れの時だ。亡者再臨。剣に連備誠意はなしだ。聞けば見逃そう。月光を剣とす。この月下で全てを照らさん。食材の時だ。で、送ってやろう。避難早々。神秘である。死ぬがいい。ランス戦闘準備。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。天使を授けん。余計な償いたまえ。剣に連鞭は。この家系皆を招こう。くだらない。はっ。チャンスだ。で、送ってやろう。自分はタンフーの生まれ変わりで、奴の罪とは何の関係もないと自分に言い聞かせることはできる。もう全てを忘れたと言い続けることもできる。だがタンコー、お前は戦いから逃れられない。その槍術は陰月のと全く同じだ。戦いは火事のごとく、烈火で不純物を溶かし、人の内なる本性をさらけ出す。お前にその激運を打ってやった者の言葉だ。覚えておるか。我らの中で奴と一番近かったものといえばお前だろう。
願望の強い者が自尊心の強いもう一人と気が合うとはな。火にいる卑怯となろうとも、長春の貯木となるなかれ、いつか全ての先秋人に思い知らせてやろう。この王政、刹那の人生であろうとも、先秋人の長く無能な寿命よりも価値があるとな。王政。ほう、まだその名を覚えておったのだな。やつがまだガキの頃、忌み者への復讐に燃えて政界を渡り、学びを求めて泉州にやってきた。初めて会った時は我の剣よりも背の低い幼子だった。百歳しか生きられぬ身だというのに、構造師の万般の工芸を学び尽くすと言っておったな。あの子犬は劉村に引けを取らぬぐらい傲慢であったぞ。我はあの理想だけを追い求めるかたくなな性格がもともと気に食わなかった。だが再び会うと、奴の作った武具は匠たちでさえ及ばぬ域に達していた。構造師の頭目に与えられる百夜の称号をも手にしていたのだ。しかし残念なことに、あれは一回の短命種。同盟が構造師を任せるわけがない。結局奴は我らのような衣類たちの隣で暖を取るしかなかった。お姉さん、わざと僕に先を譲ったんじゃないよね。まさか、お前の剣の腕が成長していたがゆえに追いつけなかっただけだ。それで、今回はその短命種の先輩を弔うつもり？盗み聞きとは感心しないな。それに我は奴が死んだと言ったか？でも短命種の寿命じゃ休眠カプセルにだって長く入れない。もし生きてるのならもうご老体だろうね。彼は長命種になったのか？その通り。運命とはかような冗談を好むからな。知恵と知性にあふれたものでも、人によっては運命の転換期に最も愚かな選択をする。奴はその聡明な頭で企てたんだ。陰月と協力し、北条の司令の血肉で亡くなった友を生き返らすことをな。だが奴の愚行は己を不死の怪物に変えた。魂魄は散り、生前最も蔑んだ存在へと落ちた。
運命とは核も人をもてあそぶのだな。お姉さん、自分の旧友に同情する気が全くないみたいだね。もう一度やり直す機会を与えたことは同情に値しないだろうか。彼に何をした？あれは英語、優秀国にとらわれるはずの所業であった。だが我は別の形で自由を与えたのだ。前世の業を永遠に忘れぬよう、あのガランの骸を持っていき、剣術を教え、百死を与えた。神聖を得た奴は自分に名前までつけたらしい。そろそろ時間か。次は探偵室に向かうぞ。帝宮の信奉者として将軍殿も儒家に苦しむ諸界の惨状を見たはず。あれらの生き物は不死の魔物と化したか、北条の生贄にされてしまった。将軍殿はこの惨禍をどう収めたらいいと思う？同盟が帝宮の消職に応じて魔を払うのは、いつしか薬師を滅し、生死を正しき軌道に戻すためだ。帝宮の遵守運気軍は影のように付き従い、犠牲を問わず魔を払って聖堂を守る。確かにそれには感服する。だがいささか狭い。僕の力は北条に由来するが、この立場は同盟と一緒だ。宇宙において薬師を死に追いやろうとするのは何も遵守の勢力だけじゃない。短命という病に苦しみ、衛生の良薬を求めることは知恵を持つ生命の常だ。それらの思いを断とうとするのはアイオーンを殺そうとするのと同じで荒唐無稽なこと。つまり薬師の呪いを断ち切るには根本から別の方法を探すしかない。貴殿の死は典型を受け、魔恩から帰ることができた。そして彼女は諸界を巡り、それを解決する方法を見つけ出した。続けろ。すまないが将軍殿、どうやら次の一手は巨量に打たれることになりそうだ。やはりそう出たか。罪を認めたのはただの手段。諸君の真なる目的は獣王の勅令を利用することで巨量に向かい、六将軍、さらには元帥に会うこと。その棺の中のものもそのために用意したのであろう。将軍殿もさっき言っていたじゃないか。それは将軍殿が、ましてや僕が決めることではない。同盟の方がそうなっているのだから、逆らうわけにはいかないだろう。実に見事、素晴らしい一手だ。本当に変わったな、ケイゲ。己が後手に回ったことを認めるようになるとは。 In the meantime Man, this is kind of really long community mission, though.探偵士はもう秩序を取り戻したのに、またどうしてここに？寛薬の流女は万病を治せると聞いた。我もただの人のように、その者に見てもらいたくてな。
焦ることはない。ここは林縁橋からそう離れておらん。お前が将軍から授かった命もじきに終わる。おお、炭鉱ではないか。珍しい客じゃの。なんじゃ、どこか具合でも悪いのか。さあさあ、こっちに来い。白露、見てほしいのは俺じゃなく隣にいる人だ。おや、その様子から見るに目に怪我でも負ったか。それとも別のところが悪いのか。いや、目に大事はない。この目を覆っているのは、物を見ることで古き思い出を蘇らせ心の魔に落ちるのを防ぐためだ。実は龍女様、近頃夜に動悸がしてよく眠れなくてな。心を落ち着かせる方法はないだろうか。症状を聞くにわしの専門外のようじゃの。ふふん、だが案ずるな。探偵士は病人を選ばぬ。お姉さん、腕を出すんじゃ。まずは脈を取ろう。その後は投影虫を飲ませ隅々まで見てやる。うわ、なんという冷たさじゃ。ちょっと待っておれ、炭鉱、こっちに。虫が連れてきた友の病気じゃが、なんとも妙じゃ。脈がかなり弱い。通常こういった状態じゃと。It has a very rigid condition. The pulse is extremely spent. Normally, this would mean that she... もう命が長くないということか。ぬぬぬ、医者の代わりに判断するでない。主の友の場合、また話が違うのじゃ。表面上は性を感じるが、脈を取ろうと腕をつかむと、まるで氷を触っておるかのようじゃった。それに丹腹と脈略の間で暗流が通ってるかのように拍動を打ち続けておる。このような奇病は見たこともない。詳しく研究すれば異形に乗るやもしれん。時々でいいから、これからも主の友をわしのところに連れてきてはくれぬか。実はあの人は今日でラフを離れるんだ。そうか、残念じゃの。もう少し滞在してくれれば、あの病について何か分かったかもしれんのに。うむ、では仕方ない。これから薬を処方するが、それだけでなく白湯もたくさん飲ませるんじゃぞ。わしについてこい。冠婚症気散を出してやる。この生薬を使っても治せはしないだろうが。お、待った、わしの薬箱はどこに行った。すまぬ、薬王秘伝の件以来市内のすべてがむちゃくちゃでの。炭鉱、主は腕がいいのじゃろう。わしと一緒に薬を取りに行ってはくれぬか。
竜女様がお困りのようだ。では我も一緒に行くとしよう。いや、主の手を煩わせるわけには。たやすいことだ。煩わしいことなどない。この近くのようじゃな。悪者め、わしの薬箱を返すのじゃ。この四本足め、なんという速さじゃ。逃がさんぞ。あれですな。いつから探偵師にはこんなに診察を受けに来る動物が増えたんじゃ。 So he was in the big engine. He's in the doctor. Why is it? Medicine box. Oh man. Seriously, Byron, you need this. You need to watch over your medicine box, otherwise you get the fucked out.気をつけろ。邪魔立てするものは我が竜女様のために排除しよう。我の剣はいてつくゆえ少し離れておくといい。亡霊がまた一体。ふん、主の手があんなに冷たかった理由が分かったぞ。すべてを照らさん。月光を剣とす。この寒さ、決して血肉からなる身体で耐えられるものではない。亡者再臨。ランス戦闘術。戦意はなしだ。槍先に火を。炎の槍を断ち切れ。死ぬがいい。食材の時だ。死を授けん。この体に血がないたまえ。俺が守る。で送ってやろう。奇難早々。聞けば見逃そう。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。お別れだ。ランス戦車。剣に連輪は。剣下の総不安。くだらない。よし、どれどれ。アンシングさんもソーキさんも入っておるな。しよう。あまり患者を待たせるのは良くないからな。危険だと。待たせてしまってすまなかったの。この処方で主の病を根治させることはできぬが、活力を維持し心身を穏やかにさせることは可能じゃ。いや、必要ない。竜女様の医術がいかに優れていようと、長命種の宿命はどうしようもないだろう。
魔音の実であったか。そうは見えぬぞ。最近ラフでは大きな事件があって、魔音の実に苦しむ患者を少なからず見てきたが、いずれも上言ばかりをつぶやいたり、前後不覚になったり、体に変異が起きて恐ろしい姿になったりしておった。なのに主からはそれらの症状が見当たらぬ。取引をした、ゆえにこうして残善を保っているのだ。今はまだ思考する余力があるが、もう心識の限界に達している。とはいえ未だ叶わぬ宿願と決着をつけねばならぬ仇がある。ほう、自分の病院をしかと理解しておるようじゃな。心の病ではわしも力になれ。じゃが異形にこう書いてあった。心を消せば身は安らかになる。過去のことを忘れることができたなら、主の病も回復の余地があるかもしれぬの。そうか、それは残念だ。すべての感情の中で憎しみが最も強い。そして我はそれを選び握りしめたのだ。己の存在を維持するためにな。この手で握れるものはもはや剣と過去の憎しみのみ。これさえも手放せというのであれば、我は骨の髄まで虚無に陥るだろう。龍女様のお言葉に感謝する。こうして龍女様に会えただけで薬よりも100倍の効果があった。ところでここ数日、包帯を巻いた者が龍女様のもとを訪ねなかったか。包帯？特徴にしてはありきたりすぎて何とも言えぬな。先週には毎日数えきれぬほどの患者が探偵室を訪れ身体を見てもらっておる。剣木の災いがあったことで怪我人がたくさん出てるからの。背が高くほっそりとした暗い表情の男だ。朽ちかけた剣を持って離さない。そんなものを見た覚えはあるだろうか、龍女様。そういったやつは。ああ、今日一人おったぞ。あれは剣傷を負ったに違いない。血の匂いがしておった。じゃが重傷ではなかったようじゃ。顔も平然としておったし、わしが処方した薬も持っていかなかったぞ。やつが求めたのは別の形での処方だったのかもしれんな。となるとこれで全員揃ったわけか。さあ旧友たちに会いに行くとしよう。見とけ、ロチャラセ。その男はもう連れて行ってよい。これからのことは彼と無関係だ。元気を。これで揃ったな。数百年が過ぎた今も雲上のご騎士がまたこうして集まれるとは。我の記憶が未だ定かであれば、700年前我ら5人はこの場所であの誓いを立てた。何があろうとまた集まり杯を交わそうと。されど林縁橋は空にかかり、
世は天保のごとし。我ら五人の中には生まれ変わった者もいれば罪人となった者もいる。そしてもう誓いを果たせなくなった者も、互いの情さえも消えてなくなった。じきに我は枷をかけられ審判を受けることになる。ひとたび別れれば二度会うことはないだろう。ゆえに離れる前に皆を初めて出会った場所に招いた。人は五人、ライカは三つ。主会の陰月は独断で流化妙法による改正を図った。形骸を変えて大化を招き、戦士の誉れを辱めた。重犯の王政は強敗なる傲慢により、北条が紳士の血肉を手にした。陰月の猛威に手を貸し、不死の忌み者へと落とした。そして罪人慶竜、魔恩に落ち同胞を殺め、盟友の義を裏切った。今こそ我らが代価を払う時なり。炭鉱、お前は永遠に陰月から逃れられぬ。奴はお前の始まりだ。お前が進む道には奴の在業が影のように寄り添い、死ぬまで後を追うだろう。ジン、いい名だ。終わりの見えぬ人生の中、お前は殺すか殺されるかの狭間をさまよい、己の骨を埋める場所を探すことになる。そうでなければ王政の悔いを消し去ることはできないからな。そして我は同盟の審判を受け、英語の罰を背負う。その後はより悲惨な代価が我を待っている。こうでなければあれら明記すべき苦しみは消えてなくならない。雲上のご騎士よ、そろそろ互いに別れを告げる時間だ。Very kindly meet you. She only can talk to you.酒はなく苦味だけを伴う会合とは実につまらぬな。もうじき我を巨領に送る頃だろう。軽減、同盟の法は厳守されるべきもの。残念です、師匠。あなたたちは巨領ではなく玉殿へと送られます。この件を元帥に報告したところ、重刀将軍が興味を持ちました。十方光栄北海を張って先に二人に会おうとしています。軽減よ、相変わらず他人の采配を崩そうとあがいているのだな。我々も運気軍も帝宮の将軍たちも皆神の番に置かれた駒に過ぎぬ。我はもう定められた運命の道を歩むのに飽きた。だが構わぬ、お前ともう少し歩んでみるとしよう。いずれにしろ結末は変わらない。我は勝利する方に立つ。
ならばこの対局、最後までお付き合いいたします。待て、ケイリュウ。去る前に、俺への報酬を忘れてはいないか。試したであろう。傷口が増えるだけで、それ以上助けにはなれん。お前の不死身はそう単純なものではない。人間の剣で不死なる紳士の肉体を殺すことはできぬ。この点については運命の奴隷からも聞いたと思うが。ああ、聞いた。だがそれでもお前は俺に一振りの借りがある。お前に剣を教えた時にも言ったはずだ。我は全く生きる気力のない、切られることを待つだけの者には手を出さぬ。我が剣を抜くのは敵に対してのみだ。ケイリュウ、お前の教えを今ここに返そう。この時を大事にすることだな。我が刹那の死を与えてやろう。700年前も我らはここで談笑し、競い合い、意気揚々と未来を思い描いた。あの時の数人の姿が未だ目に浮かぶ。まるで夕べ見た夢のように、あの日々がずっと続くと思っていた。先秋人の寿命がごとく長く永遠に。しかし夢は初めて俺に剣術を教えた日に戻ったかのような。王政が打ってやった武器を手にして何度も何度も俺を切り裂き貫いた。かつて敵に振りかざされた技が忌まわしい肉体を刻んでいく。この血肉が崩れては癒えて復元していく様をただ見ていることしかできなかった。そしてふとある声が聞こえてきた。なぜ陰月とあのような悪行を。から答えを聞き出そうとしていたわけではないと。だからその眼差しを見た瞬間、俺は問いかけていた。何百何千と自問し、答えを得られなかった問いを。なぜ忌み物だけが幾度も繰り返しやり直せるのだ。Okay, so we can see this is a slave, Jingyuan. Also, this is probably the five star, Dan Fang, or the Dan Fang, not Dan Fang.
And I think sure this must be one of the part of their friend.灰になり忘れ去られねばならない。なぜだ。 So Blade was like a saying like then it was a white hair before and now he can change the hair color to that. 最後に俺の心臓を貫いた後、お前は俺と剣をあの枯れた塚に残して去っていった。奇妙なことに、この短く夢のような死の中で、俺の苦痛は少しだけ和らいだ気がした。杯を交わしていたあの日々のように。危険だと。
危険だと。Alright, what the hell is that? Later right here, Yangqing was standing here, and Jingyu was in the room. Talk to Jingyu again. 陰月よ、これからどうするつもりだ。I haven't fought this brewery yet. まだこれらのことにどう向き合えばいいかわからない。だが、変わらず旅は続けるだろう。列車はいつまでもお前を乗せて走り続けることはできない。かつての我らと同じく、お前の友人たちも皆自身の思惑を抱えている。ナフを離れた時、我は復讐を諦め、すべてを放り出そうとした。だが、年月を重ねるにつれ、それは次第に鮮明になってゆき、長く付き添った友人のように、耳元で囁いてきた。魔音に落ちた時の所業がすべて、我の頭に刻まれ離れないのだ。だから我はそれに向き合うことにした。この目で北条が死するところを見た頃には、お前も王政も真の解脱を得られてるかもしれぬな。さらばだ、陰月。And farewell to you too, Jingliu. So Jingliu will not gonna die. Actually, she just like only the eye.It's like a big problem. I think Violet's gonna find out a cure and to cure her eye. I'm pretty sure one day that in the future probably they will
think they were adding the perfect Jingyu, which means the former one in this game, I think. Because this Jingyu was the eyes, you know, the star block fighter. Because her eye was, you know, got cursed. And the former one that she was long time ago that was perfect. The eyes was not cursed and can see normally. So I think in the future they will add this one. Claws leave no trace. Yang Qing. Tanko 先生、将軍様は僕に今日のことを忘れてほしいみたい。わかってるよ。あんな葛藤、今の僕にとっては難しすぎる。剣術よりもよっぽど難しいことだから。雲気軍に少なからず仲のいい友達がいるんだ。いつか僕たちもあんな風にバラバラになるのかな。じゃあね、炭鉱先生、次はもっと気軽な雰囲気で会おう。あの女の剣でもなせないとはな。今も変わらず、渓流には不可能ということか。どうやら俺らは、この追行を続けるしかなさそうだ。これが、貴様と俺が払うべき代価なのだろう。Change. Just give up. Just give up. I don't think she can. I don't think the play is going to give up. So, if you wish, I will see you through. ならば、俺も最後まで付き合おう。エリオの脚本によれば、貴様にはまだ生きていてもらう必要がある。そして俺は、復讐が長く続こうとも構わない。その方が面白いからな。言ってしまったね。生まれ変わった君にとって、この全ては拙劣な芝居に見えるだろう。旧友たちが互いに刃を向けていたというのに、私はそれを止めることができなかった。己が何者か、この質問に答えられるのは己だけだ。たとえ竜士たちの企みで本当に輪廻転生をしていなかったとしてもね。ああ、タンコ、君ももう帰った方がいい。Drop to the bottom. Pause for me.
ね、あんたも聞いた？次の駅はピノコニーだって。夢みたいに綺麗な世界だって言われてるんだよね。ドキドキする、でも車掌さん、招待状に書いた時間までって言ってたから、何して暇を潰そうかな。あれ、スマホ鳴ってない？グループチャット？炭鉱ってば、ブローニャに返事くらいしてもいいのに。ねえ、炭鉱のところに行ってみよう。So he was last. Something wrong? I will see this room. Oh, actually, oh, yeah. I didn't.So yeah, other have to. Let me see. Aiya! This is everything. Aiya! Hey, aiya! Aiya! What the fuck's going on? Hey, I'm sorry. So the one texting me now is this me.So it's not. Kathy was tapping his side. Where are you? I am at home. This terrifying thing you told for. You can't go outside today. Stop. Quickly.Why the hell is everywhere asking? Why don't I help you with homework? Wow. Let me know. I'll be waiting. Definitely said commission. Yes, ma'am. Must be coming in mission. No, not coming in mission. Roger. A moment.Don't drink too much coffee. I gotta say, get a number. Maybe you can use a number instead. Please, for a suggestion. It's masterpiece. So cool.
It's a masterpiece. The other one is Chase Link. I would say get off, just get off. Only children have to make a choice. Only children have to make a choice. Just get off. Just don't care. You can admit it. Thank you for the life. That's right, just get on. And that is actually from the Stephen Chow the movie, you know. Only kids will make the choice. I want the boat. Man, that's a great fucking movie. I still love that. Yeah. What is it? Sure, no problem. Fine, tell me what you need. Sure thing, I'll be there soon. Okay, and there's another one. So, let's see. I'm here, what's up? It's worth asking. Am I even? No problem. Ask me if you have any permission. Total recall. Fushin got a lot of problems. No need for anything when you're just like... I heard from the other designer that the shop is quite popular. Art world, have you been to it? What do you think? That's the least I can do. So, let's see. Please go to a diminution. That's because Fu Sheng is very busy because he's a general. I can understand. What if the magic told you to quit your job, isn't it? The friendship has sailed.悪いが、今は世間話をする気分じゃないんだ。ラフのことがあってから、俺もいろいろと考えて、反省した。こういうのは、なかなかに神経がすり減る。タンコ…ごめん、責めるような言い方しちゃって。そうだよね、先週であんなことがあったんだもん。整理するのに時間が必要だよね。
actually downtown you need to stay on the express to get some rest because it's got too many things to do. The family business, family issue, always like this. So I will choose the first one. 理解してくれて感謝する。ベロブルグが祭りを開催できるようになったのはめでたいことだ。存分に楽しんでくれといい。それから俺の代わりに皆に挨拶するのも忘れずにな。うん、じゃあ炭鉱はゆっくり休んで、次の開拓は絶対に逃しちゃダメだからね。ああ、約束する。本当頑固なんだから。じゃあうちら二人で行く？残念、せっかく旅行気分で出かけられるっていうのに。それは分かってるけど、気持ち的にはやっぱり残念だなって。それより姫子も一緒に来てくれたらいいのに。幼児ちゃん？幼児ちゃんは先週で大暴れしたせいで、最近は話してるだけで息が切れそうになってるじゃん。気づいてなかった？あの年だからお祭りとかに魅力も感じないだろうし。ねえねえ、姫子に聞いてみない？もしかしたら一緒に来てくれるかも。そういえばあんたが乗車してから結構経つけど、まだ一度も姫子と旅に出たことないよね。ダメダメ、ほら姫子のところに行ってみよう。Trying to ask Himiko. Oh, he's not. I thought Himiko was in the room. How are you, Mitsuki-chan? Nia nia しちゃって。何か楽しいことでもあった？ Himiko, 聞いて聞いて。ヤリーロシックスの大守護者がお祭りの準備をしてるらしくて、うちらのことも招待してくれたの。炭鉱は療養中でどこにも行けないから。姫子とうちらの3人で行かない？カカリアと戦った時だって姫子はめっちゃ力になってくれたし、きっとブローニャも自分たちを助けてくれた人に会いたがってると思うんだよね。ミツキちゃんが元気いっぱいなのはお祭りを楽しみにしていたからなのね。誘ってくれてありがとう。でも少しやらなきゃいけないことがあって、しばらく出かけられそうにないの。大守護者の子にはあんたたちからよろしく伝えてちょうだい。ヤリーロシックスでの開拓の後はあんたたち、あ、それから炭鉱が自らの足で刻んだもの、現地の人たちの感謝の心はきちんと受け取っておくべきよ。次は絶対に時間を作るから一緒に行きましょう。ナビゲーターのスケジュールって本当にギチギチなんだね。今回はうちら二人で行くしかないか。そうと決まれば早速部屋に戻って荷物をまとめよう。準備が終わったらうちのところに来て。新しいドレスなんだけど、どうかな？ Watch this new dress. So beautiful. Everything?クローゼットで眠ってたんだ。やっと着るチャンスが来てくれた。めったにない機会だもん。
ちゃんとおしゃれしていかないと。っていうかあんた、まさかその服しか持ってないの？まあいっか、一人でも身なりが整ってれば大丈夫でしょう。よし、よし。どれどれ、パジャマ、湯たんぽ、パムのぬいぐるみ、うん、バッチリ出発しよう。そういえば荷物まとめるの早かったね。持ってくものとかないの？確かに、あんたっていつも軽装だもんね。ちょっと待って、まさか寝る時までその服だったりして。さっき、陽おじちゃんがまとめたヤリ色シックスの観測記録を見たんだけど、うちらが初めて開拓した時より地表の平均温度がかなり上がってるみたい。まだ過ごしやすいとは言えないけど、いい方向に向かってるサインだから、ブローニャとゼーレきっと喜ぶだろうな。それでどう？出発の準備はできた？Heading back to the Bellabar again. Yari Ro Six, Belobrug.借りたら返してもらうよ。吹雪の中で生きてきた人たちってどんな風にお祭りの日を過ごすんだろう。きっとどの世界のお祭りにも美味しいものがたくさんあるよね。お願い、ベロブルグ、うちの期待に応えて。あそこ、シルみたい。黒い、すかしてと星に霞んで。あの、そうだよ、こっちで、あの、え？
よね。いいの製品。あとはスターピース。スターピースよ。やつ。いやいや。なんでやり色し。あのカンパニーの衣装がある。アニーの社員も。It's just a OP.吹雪のって、お日を過ごすお祭りにくさんあるよ。お願い、地の期待。See, I can see. Why do you want to say this? It's loaded.Even I'm moving, seeing them.On the string left. One, eight, eight more. What? I guess after the future market, I think I'll.It's a person. Three. Which is good. Just in the strength of one by one, so again. Probably a spot. I'll keep looking, you know. Yes!
I will see they are so take my heaven. So you can see we all do a new gesture. I hope stream right and also miss my also the thing video also the video. Okay, in my stream, we shuffle in stream and test. No, no, here.